じゃあ俺のターンドロー。え、まずこれやってるのね。嘘でしょ。はい、ダート自転車2枚あげて、どちらか1枚を手札に加えて1枚捨てる。はい、ダート自転車また、うん、1枚2枚見て、どちらか手札に加えて1枚捨てる。また炎のエネルギー取らして、うん、つけます。うわ、最強じゃん。最強でしょ。タツベイとかいるのかな。あ、ハイパーボールですよ。もう2枚捨ててる。いらない。もっと強いやついるだろう。デックザいるだろう。デクロム、デクロムスタートなんだよ、このデッキ。多分デクロム出します。このターンもうやることねえな。変だ。ドロハウ。まあここだね、ドロップ。はい、虫除けスプレー入れ替えて。入れ替える。あ、でも入れ替えた方が良かったわ、むしろ。え、嘘、うん、このエネルギーじゃなくて、遠エネルギーつけるタイム。なんだ、まだ発動ない。だからやば、これ2色だからちょっと困ったことが起きるな。これつけます、うんうん、これど雷としても扱うからいいよね。うわ強いよ。で、はい、じゃあエナジーストリーム30でトラッシュから基本エネルギーをこのポケモンにつける。このポケモンにしかつけるんだよね。良いね。オッケー、今度こっちにつけると強いね。出す、うん、つける。つけた。エンド。エンド。ドロー。なるほど。じゃあつけます、うん、でエナジーストリームでトラッシュからつける。30点。はい、エンドです。はい、ちょっと俺サポート引けないな。サポート引かないときついな。サポート引きた、はい、チャージ。つけた。エンドです。ドロー。なるほど、これ使うか。第5山札からサポートと基本エネルギーをそれぞれ1枚ずつ選びって書いてあります。じゃあもうサポートはもうしこたまドローするマンと基本エネルギーを持ってくるっていう効果。うん、大悟微妙だね。だってサポートはこの人使えないじゃん、持ってきても。うん、なんだ大悟弱いな。で手張りしてないよね。うん、つけます。でライトニングボール100。あ、まだ生きてるね。まだ死んでる。まだ死んでる。ハチマキ巻いてる。死んでた。エンド。ゼロ。え、ゼクロも強くね、これ。ね、博士。EX ポケモンじゃないよ、これ。うん、ドロー、うん。もうグラドン壁にしかなってない。トエネルギー。なるほど、そっちを育ってると。はい。うん、どうしようかな。ですよ、別に。エンド。エンド？ドロー。うん、このグラドン壁だから。ゼクロも2体目。マジで？うん、育てる、育てる。つけます。ソウルリンクつけます。うわ、で、さっきほど手風なんか、ちょっと待って、メガターボ。メガターボ。これトラッシュから基本エネルギーをメガ進化ポケモンにつける。あ、違う。使えないです。使えないです。メガ進化しないです。じゃあ、プラターンで全部捨てて、7引く。結局全部捨てんの。メガレックザ引けば、勝ちじゃん。5、6、7。メガレックザ引けば勝ちだよ。引けるんじゃないな。はい。ただ、俺はまだいいや。とりあえずじゃあライトニングボールじゃなくてエナジーストリームで気絶できるよね。うん、エナジーストリーム引くつけて EX だから2枚だよ。2枚取ります。どうしようかな。さあ、あと4点で勝ち。まだグラドン育てるわ、うん、いい？いいよ。ドロー。
いいのこんなね。あと4点だよ。あ、いいこと考えた。これ準備は整った。これつけて、うん、入れ替えて、うん、入れ替えてニャビでいいの、うん、育て途中のニャビで いいよ。ワンパン圏内だよ。いいよ。ちょっとあることをしたい。なんすか、なんすか。ランド、うん、どうしようかな。なんか企んでるようだけどね。まあ悪あがきだよね。リリエ。なるほど。3枚引いて、うん、はい。さあさあどうする。クラッシュハンマー。あ、強いなそれ。表でどこ。ダブルだね。ダブルドラゴンじゃないの普通は。ダブルだ。そしたらこいつ技使えなくなるから。ダブルだね。はい、いい、いいよ。じゃあドロー。じゃあもちろん逃げるよ。技を使えなかったゼクロが逃げる。逃げてですよね。クーザー持ってきてですよね。でまだ俺はメガ進化する必要もないな。ピエールも使います。3枚引く。クソ強いの。3枚引く強い。強すぎるでしょ。穴つけます。はい。ドラゴンストライクワンパンでコイントスして裏だと次ドラゴンストライクが使えなくなります。裏だ、使えなくなった、ね、しかし関係ない。進化すれば関係ない。エンド、エンドだよ。ドローニャビっていうか、このゲームは技を使うと強制的にエンドするルール。はい、ニャビ。なるほど。ただ一体も落ちてないぞ。いいのか。破壊の爪。破壊の爪30で、コイントスして表ならエネルギー1個取らし、うん、あ、ランデスするんだ、うん、つらい。やめろ、はい、あー、これダブルがやばい。これやばいな、やばいな。流れが変わってきたぞ。あ、ストロングエネルギーになりくれプラス20だから50。プラス20だ。なるほど、そいつやばい。まずい。手ねつけます。はい。一応ドラゴンストライクはもう使えないんですよ今ね。うん。なんで、うん、溜まってんのか一応。うん。じゃあ2体目ラックザ出して、うん、まあいいか。ドラゴンフローでいいのかな。でも次大切断来たら落ちるのか。うん、落ちるよ。それはないなちょっと問題あるんです。それは問題ある。入れ替え、ポケモン入れ替え。はい。ちょっとこいつはこれにしますと。で、気絶はうまくないからな。で、一応メガ進化しときます。ヒットポイント底上げ230までありました。はい。エナジーストリーム30、うん、で、トラッシュからエネルギーをつけれます。はい。なのでドロー。まずまずい。でもこのゼクロムは EX じゃないのにすごい戦えるね。あ、使わなくていいのか。原子グラドターエンド。おお、そうなった。いいよ。ドロー。じゃあ第5使います。サポートとエネルギーを持ってくるやつです。エネルギーとサポート持ってきます。で、第5何気弱くない。エネルギーつけます。で、これでガリオ転生が使えるようになった。逃げる。逃げます。うわ、300そいつ。そう、ガリオ転生3。強くね300かっこ笑い強くね。ただエネルギーをトラッシュするっていうね。全部デメリット2枚だね。じゃあガルオ転生300。でもここでグラード落とすのは相当強いんじゃないですか。強い。2個トラッシュしなきゃいけないです。でもランド。じゃあ2枚取った。はい、どうぞ。ドロー。ダブルドラゴンさえ引けばいいんだよ。回収ストロングエネルギーと、あ、違う、基本エネルギーだった、この2枚ね。うん、待てよ。ダブルドラゴンエネルギーはつける。デッキにあと何枚残ってる。3、あ、1枚しか残るんだ。力の叫び、これは牙薄いな。じゃあ力の叫びで20で、う
能力、うん、自分のトラッシュから塔をエネルギー基本エネルギーを現地ポケモンにつける。じゃあナビを育てるのかな。ないじゃないかよない、弱いね。エンドドロー、ハイパーボール。あー今のこれ、あー捨てるのはこれと、まあこのどうでもいいポケモンたちを捨ててなんか持ってくる。はい持ってきた。ちょっと待って、デッキに、あもう残ってねえんだ。ガリオテーゼラもう終わりじゃん。ガリオテーゼラは5エネルギー5個必要だから、うん、あまだ足りねえじゃん、うん、まだ足りない、やったまだ足りないんですよ、恐ろしく足りないんですよ。しかもやった、ね、エネを引けてないんですよね、うん、よしこれ、ちょっと待ってね、博士ロックの総理リンク貼ります。博士そう、7枚引けば何か引くだろうっていう作戦に出ます。うわマジか。ゼクロも出しときます。だったらもうこれ打つしかない。プラターヌ捨てる、うん、あでもさっきディエルのは捨てたんだもんね、使ってないもんね。ん使った、あのハイパーボールです。あーそうそうそう、7枚引きます。はい、1,2,3,4,5,6,7、うん、何かしら引くだろう。はいはいはい、エネルギーつけます。じゃメガターボ基本エネルギーをメガ進化ポケモンにトラッシュからつける。強いよそれ本当。はい、でガリオ転生、はい、あざした。ちょっと今の7枚ドローが強かった。強いよこれ。メガ進化限定だけど、まあワンチャンあるってことだね。さっきみたいに1円で足りないって時はね。強い、強かった。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと